皆さん、おはようございます。マーティン、デアンの宮久保井キングタクです。今日は国際連合の話。国際連合はね、初めてお話しします。1945年に作ったそうです。現在193カ国、各国加盟しており、安保理、国際連合総会、あとは国際連合経済社会理事会、国際連合事務局、国際連合信託統治理事会、国際司法裁判所の6つが主要です。はい。その目的としては、国際の平和と安全を維持、人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎を置いて、諸国間の友好関係を発展、経済的、社会的、文化的、または人道的性質を有する国際問題を解決し、かつ人権及び基本的自由の尊重を促進することについて協力。これらの共通を目的を達成するにあたって、諸国の行動を調和するための中心です。この4つだそうです。国際連盟前1920年、二度と戦争しないという決意のもと、ウィルソン。しかしアメリカが不参加で、ドイツも日本も団体まとまらず、戦争が起きたきっかけになったそうでございます。バーン、これ大変ですね。いろいろ意見がまとまらない場合もありますね。まあ、持続可能な未来を目指して、SDGs も国際連合ですね。はい。含まれておりますね。はい。あとはまあ、日本にある国連とは、国際原子力機関、国際労働機関、国際通貨基金、国際連合難民高等弁護官事務所、国際連合児童基金、世界保健機関ですね。はい。いろいろありますね。勉強になりました。はい。というわけで以上です。バイバーイ。